コージ、成り上がりの立ち上げおめでとう。若者にチャンスをあげるのはすごいいいことだし、モハンもネパールでやろうと思ってます。ただあなたモハンに言ったことを忘れてないでしょうね。代々木第一ホールの試合の帰りにばったり会った時、モハンと試合したいと言ったよね。あの頃コージはケワに出始めてヒーティア・クラスで戦っていました。東京で戦ってたモハンの方がちょっとだけ有名でした。私の奥さんが大阪にコージっていうかっこいい選手がいるよって言ってたから覚えてるよ。それなのに去年熊本でリングの上まで上がってモハンのことを侮辱したね。そんなこと言ってないと言って逃げて、アマチュア選手すらないジジと戦って世界のコージとか言う前に約束通りモハンと戦ったらどうですか。怖いんですか。もしかして怖いんですか。嘘つきコージ、嘘つきの汚名を返上したらどうでしょうか。モハンは逃げも隠れもしないでコージのことを待ってあげるよ。優しいから朝倉未来さんの真似事をしないで現役選手として戦ったらどうでしょう。以上、オース。